突然ですけれども、おはようございます。今日は沖縄に来ていて、金曜日ということで、Friday for Future の、小森由美ちゃんと始めてた、番組というか、まあ、グレタ・トゥーンベリーちゃんが、世界で125カ国の子供たちが今、もう、250万人以上を毎日未来のための金曜日ということで、地球の気候変動のことを、活動してくれているんですけれども、私たちそこから、まあ、アースジプシーの仲間が、フライデーフォーフューチャー放送局を日本で立ち上げてくれて、そして、エシカルファッションのリーダーでもある小森由美ちゃんと一緒に、私たちもじゃあ未来のための金曜日に何かできることが ないかなっていうことで、ごめんなさい、番組を始めたんですけど、なくなってきた。それで今ですね、なんと一緒に活動している、宗谷海君とですね、沖縄に、まあ、他の仲間もいるんですけれども、合宿に一緒に打ち合わせというかね、長いプロジェクト合宿に来ていて、で、本当に突然時間がちょこっとだけ空いて、本当だったら準備をして、いろんなことを丁寧にやりたかったんだけれども、まあ、とにかく今、会が話せるということで、気候変動と経済の仕組み、経済の関係性について、気候変動がどうして起きているのかっていうことの、もうちょっといつも話されてない部分について、私は会からすごく聞いてきたり、幸せの経済ってこれからの活動とかも今、ムーブメントにしていこうっていう、とっても大切な地球の問題と、気候変動のことと経済のこと、っていう部分で、今日話をしてくれるということになったので、急遽なんですけれども、ライブ配信することにしました。で、共生革命家の宗谷海君です。よろはしい。くお願いします。俺だけ映すの？ でいいは、じゃどうん、ぞ。2あ、人じゃで。どうぞ。そうだね、すごく大きなテーマで、なんかどこからどう始めたらいいのかわかんないんだけど、簡単にその僕と気候変動のなんか取り組みの、バックグラウンドを言うと、2001年にアメリカのまさにこのサンタクルーズっていうたまたま T シャツ着てたんだけど、サンタクルーズ、カリフォルニア州立大学サンタクルーズ校に行って、で、ちょうどそのイラクの戦争が始まって、アフガニスタンの戦争が始まってからイラクの戦争が始まって、それで反戦運動をやってるうちに環境運動とかもやり始めて、で、ちょっとずつそのなんか、あんまり、その前は高校生だったから、なんか特になんかサッカーやってたらもうハッピーみたいなさ、感じで、あんまりそのいろんなこういう社会の課題とか環境問題とか戦争なんかもう全然現実味がなくて、興味がなかったんだけど、まあカリフォルニアのその大学はすごくそういう環境とか社会の課題に関心がある学生と、大人たちがいっぱいいて、で、ちょっとずつなんか視野が広がっていったんだよね。その、いろんな社会にいろんな問題があって。で、そこからの旅は、実はそれらのいろんな問題、その、例えば、奴隷労働から、戦争から、アマゾンの森が切られることから、ブラック企業とかが、なんかどうやら繋がってるらしいみたいな。なんか単発な大きな問題じゃなくて、全部なんかどこかで繋がってたりする。で、なんかその繋がりをちょっとずつ感じたり、理解しながらずっといろいろ、自分の活動の方向性を探してきたんだけど、で、ベースはなんか平和な社会に住みたい。平和で心地よい。なんかみんなが豊かになる。だから僕の豊かな生活が誰かの犠牲のもとで成り立つっていうことではなくて、本当になんか自分も豊かだし、僕を支えてる人たちも豊かだし、子供たちに残す地球も豊かっていう、そこがなんか僕の中ではなんか目指してるところなんだけど、なんか実は結構難しいんだよね。なんかいろいろ活動していると、なんかいろんなところから影響されて、で、やっぱメディアの力もすごくて、で、実はすごくいいことを言ってるメディアの裏腹に、なんかスポンサーの影響力はいつもかかってるんだよね。だから、そこからなんかすごくお金とか経済っていうものがずっとテーマとしてあって、で、なんか理解しようとしてもなかなか難しいから、なんか理解できないんだけど、
でもちょっとずつこの気候変動っていうテーマがすごく不思議なくらい今特に西洋でね、で西洋経由で今アジアに入ってきて日本に入ってきてると思うんだけど、なんかすごい気候変動の話題がもうニュースによく出るようになってきた。でまあ環境活動してる人としてはさ、今まで気候変動とか言ってもさ、ほとんど誰も聞いてくれなかったところ、だんだんもうみんな企業とかも気候変動って言ったり、政治家も言うようになって、結構なんかその流れとしては、ああ、いい方向に行ってるんじゃないかって感じるんだけど、でもやっぱ難しいのが、こうやってなんかメジャーデビューすると、どんなテーマでもメジャーデビューすると、やっぱお金が動き始めるから、だからそのなんていうのかな、そのチャンスからやっぱり利益を得ようとしたり、新しいビジネスチャンスの方にみんなをなんか押そうとするなんていう傾向があるんだよね。だから今のこの気候変動の流れの難しさは、例えばじゃあソーラー、メガソーラーを作りたい人たちにとっては超素敵なビジネスチャンスで、でもメガソーラーって別に環境にいいわけじゃないんだよ。やっぱり深く見つめていくと、すごくやっぱり山とか本当は食べ物を生産する田んぼとかそういうところをまた破壊して、でその電力発電に変えるわけなんだよね。でその電力発電も本当にみんなが必要な電力発電っていう感じで売り込むんだけど、でもなんていうのかな、それは無限に違うやり方があって、メガになると、だからメガって大規模っていう意味なんだけど、大規模になるとやっぱりすごいいろんなその発電所があるところの周りにいろんな問題が出る。原発発電も化石燃料を燃やしてする発電も結局やっぱりその近辺に住んでる人たちにすごい悪影響があるんだよね。で結局全部ゴミになるから、ソーラーパネルも。だからなんか結構この本当に深く見つめていくとすごい実は難しい問題なんだよね。僕たちの暮らしそのものがやっぱり環境破壊が前提で成り立っている消費生活になっていて、でじゃあ何ができるのかみたいなっていうところが多分一番みんながね、その本当にいろんなニュース、まあバッドニュースがなんか立て続けてくるし、まあグレタもなんか僕の周りの一緒に環境活動とか社会活動してる人たちは結構グレタに対してすごい批判的な人たちもいて、で、まあ尊敬してる人たちだからいろいろ話を聞いてるんだけど、やっぱり一つはそのすごい怒りと、ジャッジが彼女の話のベースにあるっていうところが、引っかかる一つの点なんだよね。で、まあ僕も反戦運動をやってた時はすごい怒りとジャッジがいっぱいあって、なんか化石燃料の会社とか、まあ今でも結構まだジャッジが多いんだけど、でも結局なんか、悪者を作っちゃったり、なんていうか、その問題を単純化して、こいつらが悪いんだってしちゃうと、まあそもそもあんまり自分も健康的にならないし、もう一つは、問題を単純化してしまう。で、実はやっぱりみんなすごい複雑な仕組みの中でつながっていて、だから銀行が投資家からお金を得るためにいろいろお金になる事業に投資して、で、化石燃料とか、まあエネルギー生産ってすごいお金になるんだよ。みんなが今。経済の基盤になってるのがこのエネルギーだから。だからやっぱりエネルギー生産事業ってすごい儲かるのね。だからそこにお金を融資したりして。で、そこのエネルギーを国とか僕たち消費者が買って、で、エネルギー会社としてはもっと依存度を増やさないと利益が上がらない。で、利益が上がらないと投資家がお金を出してくれないっていう、なんかその仕組みの中にいるから、だからどんどんうちらが依存するような働きかけをして、だからオール電化とか、例えば新幹線とかもそうだし、なんていうかその電力消費量が高いものとかをなんとなく便利だよとか最新だよっていう感じで、
促している中で、うちらもなんか、あっという間にそういうものを、なんか、まあ、時代の流れだよねっていう感じで、なんか当たり前に、なんか自然の流れのように受け止めちゃって、活用して、活用すればするほど、iPhone と一緒、iPhone とかスマホと一緒でさ、なんか、まあ、シカちゃんは、まれに、辞めた人だけど、でもなんか使えば使うほど、なんかその便利さになんか依存してしまい、使わないっていうのができなくなってしまう。で、その中でどんどん、なんていうのかな、みんなが依存して、結局、共にその現状を維持してしまってる。その環境破壊を前提とする経済と暮らし方を維持してしまっているっていう、なんていうのかな、その仕組みとかシステムにはまっちゃってるんだよね。で、これを変えるのはすごい難しいんだけど、それを変えるためになんか今いろんな人たちが取り組んでるのが幸せの経済で、そのこの今の経済のあり方をこのまま続けてしまうとどんどん不幸になっていくよねみたいな。気候変動がなくてもやっぱり生活が忙しくなっていく一方だったり、なんかなぜかみんなすっごい働いて頑張ってるのにお金がどんどんなくなっていく。それは僕たちの財布からもなくなっていくし、国からもなくなっていくっていう、そういう流れとか、環境もどんどん破壊していかないと、そもそも、なんていうのかな、経済が発展しない。で、経済が発展しないと潰れるデザインの経済だから、だからどんどん環境破壊をしていかないといけないとか、ね、エシカルのさ、本来だったら全部エシカルなはずなのに、なぜかエシカルっていう、なんか、もう新しいサブカルチャーを作らないと、そもそも、なんか、みんな、そこの、なんて、人を大事にするとか、人権を、損害しないとか、環境を破壊しないっていうものが、なんていうのかな、特別になってしまっている。だからそういうところが、やっぱ、結構その経済、今の経済のあり方の根源にあるんじゃないかなっていうのを、いろんな人と話していて、じゃあそれと違うものは何かっていうのがこの幸せの経済がやろうとしていることで、もうすでに幸せの経済って、まあ、実は存在しているものなんだけど、まだそれがメジャーデビューしてない。だからなんていうかな、そのみんなの身近ではさ、ね、リサイクルしたりリユースしたり、僕の周りではなんかゴミを都会の幸って呼んで、なんかいろいろゴミから使えるものをどんどん使って素敵なものを作ったり、与え合いギフトの交換とか、なんかより人とか環境を大事にした商品生産をして、よりローカルで販売したりするっていう流れはもう昔からずっとあるんだけど、でもそれが一般社会にのなんていうかベースになるまではまだまだちょっと道のりがあって、それをやろうとしているっていうのが幸せの経済。なんか言おうとしてる、うん、あ、そうそう、会にそう今話してもらったんだけど、その今何この短い時間でちょっとポイントとして私が今日伝えてもらいたいなと思っていたのは、気候変動危機の状況とかっていうのも今この間も放送局で久君っていうすごい回ってる人が今どういう状況が起きてるのかっていうビデオがあるから、それ見たことない人は見たり調べてもらえると思うけども、気候変動が起きていて、その中の、解決する方法、具体的な方法にプラスチックを使わないとかマイバッグを持つとかお肉を食べないとか、そういう具体的な方法を提案してくれて、みんながすごくそっか、私たちの暮らしのそういったところから変えていけばいいんだねっていうのをとっても明確に全国歩いてくれてるね。でも私がすごく会と出会って勉強させてもらいながら、あっと思ってたのは、そのヘレナたちが伝えてくれた、実は私たちの暮らしで一生懸命プラスチックを減らしても、そもそも経済がぐるぐるグローバル経済って回っている、その例えばアマゾン、なんだっけ、アマゾンで買い物するよりも、自分のお店で買わないとさ、そのグローバル経済っていうものが回ってしまってて、それが結局、飛行機のさ、輸送のこととか、ものすごく地球を阻んでいる気候変動につながっているんだって、まるで私たちの暮らしさえ変えれば大丈夫っていうようなPR がすごい来てると思ってて、それがすごく大きな経済を動かして一番気候変動を関与している人たちから国民レベルでやることが大事なんだっていう、
そのことになんかシフトさせられちゃってて、うん、本当の大きな視点を見逃しちゃってるんだってことに気づけたわけだよね、うんうん、でもそのことからじゃあ日常レベルで私たちができることってあるじゃないってことで、私は友さん友小だったり地産地消だったり自分の暮らしを変えるってことにどんどん入っていけたんだけど、うん、その視点で今気候変動と自分の経済何を買っていくのか買わないのかっていうことをほとんどの人が言ってないと思う、うん、気候変動の言動がそこにあるってこと、うん、そのことを今グローバル経済ヘレナの本を読んでくださいじゃなくて、会がそこを伝えることってあるってことをみんなに、うん、言えた若者たちもあそうなのって分かると思う。めっちゃいいじゃん今のそう、そのそうそうでそのことを私はここまではみんなに伝えてるけど、うん、もう私は会からそれを学んだヘレナたちが辻先生の活動から、うん、自分がそうなんだって今も勉強してる最中、うんで実際暮らしを変えてて、でもなんでそうやってるのっていうことも、そうそうポイント、なんかそのカイ君のさ、刷新してこれから幸せの経済ってそういうことでしょ、グローバル経済。そうだね、なんか今シカちゃんほどなんか簡潔にまとまれるまとめられる気がしないっていうのがあって、なんか僕もだからなんか答えを知ってるわけじゃなくていろいろやっていくうちに、僕もなんかそのエコ消費がきっといろんな問題を解決するんじゃないかっていう最初の動きがあったんで、大学生の時に。でもヘレナが言ってるのは結局、うん、その今グローバル経済システムのをなんていうか推進している人たち、まあ一番儲かってる人たちっていうのはなんか常にその環境問題とかを消費者の責任にしようみたいな、だからみんながプラスチックをか、なんていうかもらって捨ててるから問題なんだとか、みんなが買い物しすぎてるから問題なんだとか、で、批判的に言うのね、この消費者が悪いっていう。でももう一方では、買い物し続けろっていう、ずっとなんかプレッシャーをみんなにかけてるの。だからその、みんなに買い物をさせながら、もう一方ではみんなが買い物するからいろいろ問題が起きてるからあなたのせいだよっていうのが今あの主流のなんていうかそのストーリーになってるね、うん、でさっき言ったそのマイバッグを持って行ったりなんかよりなんかエシカルとかローカルのものを買うっていうのはすごくあの大事だと思う、うん、なぜかっていうと、まあ、一つは実感が湧く、なんかあ何かをやってるっていう実感で、そのみんなのモチベーションが続かないとあんま意味がないし、日々の暮らしで身近にできる行為じゃないとちょっとなんかもう本当に迷いの世界に入っちゃって結局何もできないじゃんってなるから、それはすごくねやり続けてほしいし、なんか探求してほしい。でも僕がずっとなんていうのかパームカルチャーとかで広めようとしている世界っていうのは、その消費者から創造者に変わるっていうことで、で消費者っていうのはどっかの、まあ、基本的にはその消費者っていうものも概念なんだよ。作られたのね。その消費社会を作るためにみんなが市民とか人間じゃなくて消費者っていうアイデンティティを持つことがすごく大事で、で消費者を学校から育てていって、みんなは買い物することが自分のアイデンティティだったり、買い物することが自分のなんていうの価値を表現するとか自分のパワーを表す。だからあの Vote with your dollars ってアメリカでも運動があるんだけど、なんかその自分のお金でなんか投票しなさい、だから自分がどういう世界を作りたいかをお金で表現しなさいみたいなさ、だから何を買うかが自分が作ろうとしてる世界を変えていくっていう、でそれも一理あるんだけど、でも根本的にはそこでは変わらないんだよ。だからみんなもなんか実感あね、いろいろ買い物を変えながら、なんかどれだけその社会を変えられてるかを感じてみてほしいんだけど、やっぱりなんかある程度なんか気持ちが良くなる。あ、なんか私はエコだとか、私は動物をなんかちゃんと守ってるとかっていうちょっと実感が湧くんだけど、どっかでなんかね、それじゃあでも変わらないよねっていう感覚がある気がするのね。で、そこからの冒険が僕はお誘いしたい世界で、それは本当になんか根本的に自分の生活を見直す。だからその消費をすることが自分のアイデンティティじゃなくて、自分の暮らしを作る、自分の文化を作る、自分のコミュニティを作る、自分の政治を作るっていう、もう全部うちら次第だから。だって政治も社会も銀行も、それだって全部
うちらが共に作って、共に想像して作っているもので、実体はそんなにないんだよね、実は。人間しかそこに参加してないから。他の 100% 人間以外の生命は、政治もやってないし、なんかコミュニティについて議論してないし、なんていうの、経済もやってないし、お金もないし、銀行もないし、ローンもないし、なんか全くそれがなくて暮らせてるの。人間だけなの、これらを作って。で、それはうちらの共同妄想みたいなもんなんだけど、だから、そう捉えると、やっぱ変えることもできる。違う共同妄想をすれば。だから、うちらは支え合って生活が成り立っていて、で、本当にやっぱり一番リアルなのはさ、気候変動とかってさ、やっぱりあんまりリアリティがないじゃん。実際なんか考えないと。でも、シカちゃんがここにいるみたいな。で、シカちゃんを大事にすれば、なんかいろいろ支えてもらえたり、自分の目の前の、環境を守れば、そこが、どんどん健康になっていって、自分の生活を支えてくれたりっていう感じで、なんか本当に自分、それこそが、それがローカル。自分の身の回りのローカルを大事にしていくことが、一番リアリティが出るし、一番実際、フィードバックって言って、僕がここに力を入れたら、それだけ返ってくるっていうのは一番実感が湧く。ね、好きなお店でさ、よく買い物していくとさ、その店員と仲良くなって、すごくそこからの関係性で、なんか買い物以上の関係性が生まれてきたりする。だから、これがローカリゼーションの動きで、なんかグローバルな課題をグローバルな巨大なテクノロジーとかイノベーションとかで変えるっていうのが、この今、うちらが、なんていうか、その、すごい流れに押されている、現状なんだけど、それとは全く文脈が違う。いやいやいや、一番リアリティがあるのって身近の環境だよねとか、政治とかも国会とかさよりも自分の市の議員とかだったらまだ会えるんだよね。実際で話とか聞いてもらえたりもするから、やっぱりなんかその政治に関わるのもやっぱり身近な政治だと実際結果が見えてくる。だからなんか何でもそのできるだけローカルにして、できるだけ自分の生活が本当に自分の価値観に合うような生活。だからシカちゃんもね、最初はなんか種もなんかあんまりなんか扱ったことないところから、なんか今はなんか畑のアップデートを定期的に送って、で実際そのね、ナチュラルフードストアに行って買い物をするんじゃなくて、実際もう大地のナチュラルフードストアからタダでいただくみたいなさ、っていうそういう生活のシフトをして、でそこから意識も変わっていく。やっぱり全然なんか違う現実の捉え方、違う世界観が生まれてくるから、なんか気候変動とかやっぱ大きな環境問題に関心を持つ、そしてそこに取り組むっていうのはすごく大事なんだけど、やっぱりそのなんていうか、メディアが発信するすごい、なんていうかな、その、うちらにしっかり考えさせられない、この焦りを煽って、やばいやばいやばい、危機がある、なんとかしないとっていう、そうするとなんかしっかり現実を捉えられなくて、いいこと言ってるけど、実は、本当に根本的な解決策じゃないところにうちらが誘導されて、すっごい頑張ってるのに、全然求めてる結果が伴わないっていうのが、僕はもう、十何年、いろいろ活動して自分で感じてきたことだから、僕のそのなんかまあすごい時間があんまりないからゆっくり話せないし、俺もまだいろいろ整理中なんだけど、やっぱり僕がみんなにぜひおすすめしたいのは、もう生活の自分の生活の根本から考え直して、で本当に誇りに思えるような生活をするっていうことが一つ。だから自分で食べ物を育てたり、ちょっと家を建ててみたり、なんていうの、本当に想像するっていうこと。そしてなんか仲間を集めて、そして共同体を作っていくこと。やっぱこの共同体っていうのはすごい大事。すごい難しいんだけど、共同体なしでは個々でいっぱいなんていうか、Facebook とかインターネット上でつながってても、今一つなんかその生活を支える土台にはならないんだよね。だからやっぱその共に暮らす地域の人、近所の人とつながるっていうのはすごい大きな環境と社会変化につながると思っているから、それをぜひなんか一緒にやっていきたいし、もう一つはシステムについて勉強するってことで、システムってやっぱり結構捉えにくいんだよ。
で、学校とかでもあんまりそういうことを教えてもらえないから、あんまりうちらはそのシステムを理解するメガネを持ってなかったりするんだけど、そのシステムって目の前で起きてる現象がなんで起きるんだろうみたいな。なんで環境破壊がこれだけもうずっとニュースに出るのに同じ環境破壊が続くんだろう。気候変動なんかもう80年代からずっと言われてるのに、なんでこれだけテクノロジーとイノベーションが進化して多くのデモがあって変わらないっていうか悪化する一方なんだろうっていうのを、そのもっと深いところで見つめるためのツールの一つがそのシステム思考で、でヘレナはすごくそれを結構分かりやすく捉えて、その経済っていう文脈で教えてくれてるので、それもぜひ見てもらえたらなと思います。そうだね、うん、で本当時間がもうちょっとなくなってしまったあれなんですけど、今日は本当その気候変動っていうのがまとめてみると、暮らし本当にその経済、まあ、暮らしている中で自分たちがなんかこうできること、ひさくんが伝えてくれてるようなすごく大事なできることプラス、こう今日会が話してくれたメガネ、システム、どんなシステムで動いてるのかっていうことをに見ていって、で自分たちの暮らしが変わることがそのシステムを変えるっていうことにつながるんだってことだよね、うん、本当目の前の人の気候変動の問題と自分の暮らしが幸せじゃないってことっていうのは一見全然違いそうに見えるけど、そこもつながってたり、大地に根ざした暮らしに入っていくことが二酸化炭素の排出量をものすごく減らすっていうことにもつながっていくよみたいなことを、会自体が暮らしパーマカルチャーとか、まあ、共感コミュニケーション NVC って言って、こう心の平和っていうものだったり、マインドフルネスだったりね、そういうことと環境問題、気候変動がつながってるよってことを、だんだん大きな目で、じゃあどうすればいいんだって、自分がなんかできないとか、こうお肉は食べちゃいけないんだとか、そういう話だけじゃなくて、でもそっちもすごく大事だってことをまず伝えたいんですけれども、そういうことをね、システムっていう経済システム、グローバル経済システムを変えるためにどうしたらいいのかっていうのは、なんかみんなにこれは読んでねとか、こうしたらねとかある？まあなんか一番入りやすいのは幸せの経済っていう映画があったり、うん、あと、うん、ストーリーオフスタッフ、ストーリーなんかだよね、はいはい、多分 YouTube に出てたり、うん、そういうのだけど、あとはローカルフューチャーっていう本がもうちょっと細かく、その経済の仕組みと環境の課題とか社会の課題とかをまとめてる本で、すごい面白い。なんか本当にこのいろんな課題を変えたかったら、うん、まずはしっかりそれを理解するっていうところからスタートするから、とりあえずなんていうのかな、身近にできて実感が湧くそういう小さな行為をいっぱいやりながら、うん、ちょっとずつ生活に余裕を作っていって、でその余裕からより大きな課題システムを捉えていって根源に働きかけられるような解決だって、もうね、うん、解決しようよって俺は思ってるのね。なんかいい加減、なんかもう何十年何百年と同じ課題をさ抱えて、これ別に新しい問題じゃないから、でも同じやり方でいくら頑張っても違う結果は生まれないから、だからじゃあちょっと立ち止まって深く見つめて、本当にもうラストチャンスとしてこの根本からこれを解決しようっていうので、そこにはやっぱりある程度の理解と勉強が必要な気がするし、僕もそこにワクワクしてるから、ぜひ一緒にそれをできたらなと思う。じゃあストーリーオブスタッフの YouTube、 私も大好きで、そのリンクと、あと、シア、なんだっけ、ヘレナのパンローカルフューチャーとか、ローカルフューチャーの幸せの経済っていう映画とか、ここに後でコメント欄に貼っておきますので、うん、ぜひ、興味がある人はぜひ見てほしいし、そこからシステム、経済システムと気候変動、環境問題の関係っていうのを、ぜひぜひ見てもらえたらと思うし、11月の9、10に、幸せの経済フォーラムっていうのでも、うん、直接会や辻井真一さんたちが集まって、世界中からのアクティビストが集まる場所が、戸塚の明治学院大学でもあるので、そこにのリンクも後で貼っておきます、うんうん、というわけで突然すぎる全然準備できてないライブだったので、うん、なんだかちょっとまとまりが長かったんだけど、まず、Friday for Future 放送局に今日会がね、若者たちのフラット
本も日本でも作ってるアースジプシーやユミちゃん、小森ユミちゃんと私たちがやろうとしてるんだよってことに、すごく共感してくれて、それで、まあ、彼も若い人たちに、ね、伝えなきゃいけないってことだったので、はい、始めました。なんかバタバタでしたけれども、うん、今日はこれで行かなきゃいけない、お迎えに行かなきゃいけないということで終了したいと思います。はい、ありがとう。またねー。では、沖縄からでしたー。